CEFTA の旗中央自由貿易協定は、中央から南東欧にかけての自由貿易協定である。中央自由貿易協定は、冷戦終了直後の1992年12月21日に、ポーランドのクラクフで、ビシェグラードグループハンガリーによって結ばれ、1994年7月に施行された。これを通して、西ヨーロッパの民主主義の政治、 自由貿易経済のノウハウを蓄積することが目的である。その後1996年にスロベニアが1997年にはルーマニアが1998年にブルガリアが2002年にはクロアチアが2006年にはマケドニアが加盟した。1995年9月11日にチェコのブルノで2003年7月4日にスロベニアのブレットで それぞれ条約が改定された。原加盟国をはじめ2006年までに加盟した国のほとんどは欧州連合に加盟していった。したがってすべての中央諸国はすでにこの協定から脱退しているわけである。そこで南東欧安定協定ですでに自由貿易機関との相互基盤を確立させているバルカン半島の国々を CEFTA に 加盟させる方針を決定した。2006年4月6日に、ブカレストの南東ヨーロッパの首脳会談で、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ、コソボ、モルドバの6カ国が加盟することに合意した。また、2006年12月19日には、南東ヨーロッパの首脳会談で、新しい CFTA 条約が2007年5月1日から、実施されることが決定した。 2005年以前の条件現在の条件 CFTA の旧加盟国はすべて EU に加盟しているため、実質 CFTA は EU に正式加盟するまでの前段階となっており、2020年4月現在も北マケドニア、モンテネグロ、セルビア、アルバニアが EU の加盟候補国である。また EU は CFTA の貿易の大部分の相手国である。ありがとうございます。